聖アマート論考には、13世紀イタリアの事前家で、フランシスコ会在属会員、リミニにほど近いサルデーチョで生まれ、リミニに死去した。1776年に、教皇ピュース6世によって劣腹され、2014年11月23日に、教皇フランシスコによって劣勢された。聖アマートは1225年頃イタリアのサルデーチョ、この裕福な家に生まれた。 しかし非常に幼い時期に孤児になり、彼の兄の家で育てられた。福音に従って生きるように神に呼ばれたように感じたが、彼は結婚しなくてはならない立場だったので、修道院には入らず、フランシスコ会在族会の会員となった。その後、彼はカズトになれる場所を探し、そこに逃げて多くの人に避難されながらも忍者として生き始めた。ある日、 聖アーマートの陰豚小屋が不可思議な光で光り輝き、天の歌声のようなものが聞こえてきた。その後彼は陰豚生活を止め、スペインのサンティアゴでコンポステーラや著名な聖堂などへの巡礼の旅に出た。そして、貧しい人や怪我人の世話をするようになり、リミニの近くにあるオルチャリ山に病院を作り、彼は看護師として生涯を送った。 彼が死去したのは1292年5月8日である。A.B. セイントアマトゥスランコニー、カトリキサンツインフォ、ブレスドアマトゥスランコニー、ロマンカトリックセイント。ありがとうございます。